本校では日本とブルガリアとの二国間関係について述べる。両国の間には19世紀末より公式関係があり、第一次世界大戦では敵対関係となったが、両国間で実質的な交戦は行われなかった。ブルガリアと連合国の1939年に相互に公式館が開設された。ブルガリアは防共協定と三国条約に参加し、 両国は数軸国を形成したが、相互の関係はほとんどなかった。1944年9月のブルガリアクーデターにより、ブルガリア王国政府が数軸国から離脱したため、国交は断絶された。第二次世界大戦が終結し、1959年9月に15年ぶりに国交を回復したが、社会主義体制当時からブルガリアは親日的であり、 冷戦中も両国は敵対関係になることなく、良好な関係を維持した。1970年の日本万国博覧会に、来日した最高指導者のトドルジフコフは、日本の発展に感銘を受け、有力者を来日させ、日本ロビーを形成した。1989年の民主化により表立った、日本ロビーこそ姿を消したものの、その後も、 経済協力に期待し、たびたび要人が来日している。2011年10月現在ブルガリアに在住する、日本人は136人、在日ブルガリア人は396名である。2012年の日本からのブルガリアへの入国者数は1148人であり、このうち9302人が観光を目的とした渡航である。両国間には、 一般旅券所持者に対する詐称免除措置が実施されており、6ヶ月の間に90日以内の短期滞在であれば、詐称は不要である。ブルガリアは、シェ領域に部分的に参加しているものの、国境管理の撤廃は未実施である。現在、両国間に直行の定期航空路線は運行されていない。 2013年の日本からブルガリアへの輸出額は69億円で、原動機、農業機械、充電機器などが主である。ブルガリアから日本への輸出額は110 EU 加盟以降相対的に日本の影響力は低下しているものの、2006年には矢崎創業の自動車部品産業が進出し、同年にソフィアに日本企業による最先端の医療設備を備えた。 総合病院が開業している。カリアクラでは、京都議定書を踏まえた、風力発電所が建設されるなど、日本企業による投資が進められている。日本において、ブルガリアの名を広く知らしめた事柄の一つに、明治ブルガリアヨーグルトがある。1970年の日本万国博覧会の、ブルガリア館で出展されたヨーグルトに、明治入業の幹部が感銘を受け、1971年に、 明治プレーンヨーグルトの名称で発売された。1973年にブルガリア政府より商品名に国名を冠する正式許可と技術提携を受け、商品名を明治ブルガリアヨーグルトに改めた。本製品を通じ、ブルガリア共和国と日本の文化、経済協力を深め、発展させたことに対する貢献として、1981年、1993年、 2001年、2010年に、同社の役員に4名が、君一等に相当する、マダラの騎士を受賞している。ブルガリアでは、日本の文化に関心が持たれ、相撲、剣道、茶道、漫画とアニメ、俳句など文化ごとの交流団体が活動している。日本においてはブルガリアは、バラの国としても知られ、1990年の国際下と緑の博覧会や2005年日本国際、 博覧会では、ブルガリア政府によりバラをテーマにした出展が行われた。スポーツ会では、サッカーブルガリア代表経験者のフリストストイチコフや、イリアンストヤノフラが J リーグで、日本からは、サッカー日本代表経験者の松井大輔らが、ブルガリアリーグでプレーし、またこと、欧州をはじめとするブルガリア出身の力士の活躍も、注目されている。ブルガリアは、 日本の東京都渋谷区代々木後の36の3に大使館を置き、ボリスラフ・コストフ特命全権大使が就任している。日本国はソフィアのウル・リリアッコバ・グラジーナ14に大使館を置き、2012年9月に小泉隆氏が特命全権大使として着任した。両国間で正式に姉妹都市としての関係を持つのは1972年5月12日に、 締結した岡山市とプロブディフ氏が唯一であるが、広島県福山市もバラを通じて、ブルガリアと交流を持ち、1997年に NPO 法人福山ブルガリア協会が発足した。2008年には、神奈川県横浜市ほどが役とソフィア市との間で、文化、教育、スポーツ等パートナー都市協定が締結された。ありがとうございます。